はい、どうもブロです。今回は縦向きの住みにくい溶接をやっていきたいなと思うんですけど、でワイヤーは低電流用ソリッドワイヤーですね。初級編なので縦向きのやり方いろいろあるんですけど、まずはその切り盛り、切り盛りってあのじーじーじーって、まあ、切りながらやるやり方なんですけど、まあ、それをまあ脚長5ミリでどんな感じでやったら綺麗に戻さるかっていうのをやっていきたいのと、切らないで連続的に縦向きで上がっていくには、まあ、5ミリですねでやっていくにはどのようにやっていったらいいのかと、脚長7ミリですね、7ミリの時はまあどんな感じ、まあ、こっちは連続的にやったらどんな感じっていうのをやっていきたいなって思います。まあ、工場で溶接してる溶接工なので、あまりその住み肉で縦向きやるってことがまあほぼないんですけど、現場で住み肉やった経験とかがまあ少なからずあるので、まあその経験でまあ皆さんにまあ縦向きの住み肉のやり方を一例ですけど伝えられたらなと思います。で縦向きの住み肉溶接の電流なんですけど、JIS の資格でまあ縦向きの資格受けた人は電流わかると思うんですけど、切り盛りするんだったらまあ、大体150アンペアぐらい、まあ、落ちたこと考えて、まあ、これぐらいに設定して溶接すると大体それなりになるんで、これ以外の電流だったらどんな感じになるのかっていうのも合わせてやっていきたいなと思います。連続的に溶接するんだったら、まあ、この電流じゃちょっときついので、まあ、120ぐらいですね、まあ、これぐらいが自分的にはやりやすいかなと思うんで、まあ、これもですね高かったらどんなことになっちゃうのかっていうのも含めてやっていきたいなと思います。でまず切り盛りから5ミリからですね、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、電流は120の 18.4 ボルトで、こんな感じでちょっと一回やってみたいなと思います。狙い位置はもうこの角のみで、脚長5ミリの幅っていうのはとりあえず原寸で書いてみたんですけど、大体脚あのまあこれがこうですね、立ってるとして仮定したら、脚長5ミリの場合って大体真正面から見るとこの直線距離がこの8ミリあるんですよ。なので実際こうやって自分が溶接するときに、あのだいたいこの8ミリぐらいの幅になっていたら、まあ、脚長5ミリぐらいになっているっていう感じですね。だからこれを目安で頭に入れて溶接してもらえば、まあ、多少ちょっと脚長5ミリの目安になる、盛るときに目安になるんではないかなって思います。まあ、とりあえずやってるところをちょっと見せたいなと思います。装置角度はまあ、大体溶接材料に対して水平キープするような感じか、まあ、ちょっと上向きか下向きでもまあ大丈夫なんですけど、まあ、極端にこう土地角度が上になりすぎたりとかこう下になりすぎたりです、するよりはまあ水平ぐらいがやりやすいかなと思うんで、こんな感じでやっていきたいと思います。ちょっと間違って切り盛りの試験片に溶接しちゃったんですけど、まあ、脚長5ミリってこんなもんですね。120アンペアぐらいだったら、まあ、大体5ミリぐらい、まあ、それなりについたかなって感じですね。で次は電気を高くしてやってみたらどんなになるのかっていうことで、まあ、140アンペアぐらいでやったらどんなになるのかっていうのを同じやり方でやっていきたいと思います。
まあ今140アンペアでやってみたんですけど、まあそこそこつきましたね。ってことはまあ120から140アンペアぐらいはそれなりに作れる電気なんじゃないかなって感じですね。そっちが120アンペアですね。こっちが140アンペア。ペタッと綺麗についてるかって言われたら微妙なとこなんですけど、怒られない程度にはできたかなって感じですね。そしたらもう少し電気を上げてやってみたいなと思います。これ今160アンペアでやってみたんですけど、もうリードがやってる時にですね、もう溶け込みが深くてですね、もうどんどん中に入っていくような感じで結構登りづらくて、まあ、見たらやっぱりこのもうオーバーラップしてますね。分かりにくいか、もう真ん中が結構高くなっちゃって、もうってことはもう脚長5ミリを盛るときはもうこの160アンペアとか結構問題外ですね。やっぱりそのさっきやった120から140ぐらいが一番適正な範囲かなっていうので、まあ次は極端に、まあ熱入ってるからあれなんですけど、ちょっと90アンペアぐらいでやってみようかなと思います。見た目的に一番綺麗についたかなって感じもするんですけど、ただめちゃめちゃ遅いです。仕事とかでこの電気でやってたらめっちゃあいつ遅いなみたいな感じになるかもしれないですやっぱりあれですね、効率も考えたら120から140アンペアぐらいでやるのが、まあ、一番適策かなっていう感じですね。で次は切り盛りですね。ちょっと切り盛りバージョンをやっていきたいなと思います。電流はですね、この155アンペア19ボルト。これぐらいでちょっとまずはやっていきたいなと思います。まあ、とりあえず切り盛りはこんな感じですね。結構切り盛りで綺麗につけれるときって、まあこのスラグも結構一定にこんな、なんつうんだろう、この。なんかお猿さんみたいなスラグがつくんですけど、まあ、こんな感じのスラグがいっぱいついて、まあ、ちょっとこの辺で狙い位置がちょっとずれちゃったりしたらこうちょっと段差みたいになっちゃうんですけど、まあ、一定にやれれば結構綺麗にはつくかなっていう感じですね。ただこの本当に一定にやれてないとこの切り盛りはこういう風にちょっと目立っちゃうんで、少しでもちょっと乱れると汚くなるっていう難しさがあります。で次はちょっと電気もうちょっと上げてですね、何度ぐらいにしようかな。ちょっと180ぐらいでやってみますか。で今180アンペアでやってみたんですけど、まあビード的には合格ラインなんですけど、スパッタですね、やっぱ高く上げちゃうとスパッタが結構出ちゃいます。まあ、こっちもまあスパッタは出てるんですけど、やっぱ大粒のスパッタはやっぱ少ないですよね。やっぱやりやすさも考えると150ぐらいでやるとやりやすいんじゃないかなっていう感じはしますね。で次にちょっとまあ脚長7ミリの方をやっていきたいと思います。脚長7ミリを盛る場合はこの直線距離がですね、だいたい10ミリぐらいになるんで、まあ、溶接してる時に、まあ、10ミリぐらいの幅になっているかっていうのを目安で、まあ、頭に入れておくと7ミリ盛りやすいなっていう感じするんで、まあ、それを意識してやってみてください。で7ミリ振るときは、まあ、5ミリのときはまあここ1ミリぐらいこう左右に振る感じだったんですけど、7ミリの場合はそれじゃ脚長が出ないので、もう少しこう
振る感じで、こういう感じですね。でやってみると脚長7が出しやすいと思います。こんな感じですね、まあ、ジグザグに上がっていくやり方と、まあ、こういう感じで角を溶かして左下、角を溶かして上って右下っていう感じですね。こっちはこの三角に上っていくやり方です。もう三角いいっすねこれ。もう現場で住みにくやる機会があったらこっちでやろうかなって思いました。結構やりやすかったです。で次は、まあ、7ミリ持ったんで、次脚長9ミリぐらい出すんだったら、まあ、どんなやり方がいいのかっていうことで、まあ、ちょっとこの裏ですね。で脚長9持るときって、まあ、それもまたいろんなやり方あると思うんですけど、まあ、とりあえずステパス5ミリぐらい持ってから2パス仕上げでちょっとやってみようかなって思います。でこっちの下が、まあ、ステパス、まあ、5ミリあるかないかぐらい持ってから2パスで持った溶接ですね。まあそれなり。こっちはちょっと、まあ、映像でもありましたが三角ウィービングで一発で、まあちょっとこっちだいぶ多くなっちゃったかな。もうちょっとこの振る範囲を狭めたら、まあ、これ何本ぐらいあるかな、10、11ぐらい、10か11ぐらいあるかもしれない。もうちょっとこのね三角の幅を狭めて溶接すれば脚長を抑えられて綺麗につけられたかなって感じですけど、ね、やり方いろいろありますけど1回でやった方が結構平らな溶接になってるかなって感じしますね。こっちは上に比べたらちょっとあまりペタッとしないっていうか溶接になっちゃってますね。まあワンパスで仕上げた方が綺麗かもしれないですね。で次はこの切り盛りの7ミリを持っていきたいなと思います。切り盛りの7ミリぐらいですね。まあ、若干ちょっと真ん中が高くなっちゃいますね。まあ合格ラインではあるんですけど、7ミリぐらいになったら切り盛りしないで連続溶接した方が、まあ、もう少し綺麗につくかなって感じはしますけど、たまにあのプールより
上狙っちゃったりするとバチって言って、そこからスパッとちょっと出ちゃったりするんで、連続溶接苦手な方はまあこっちだったらまあやりやすいとは思うんですけど、最後この上からもう一回切り盛りで持ってみたいと思います。だいたい脚長7ミリの上から切り盛りしたら、まあ、11ミリぐらいは脚長出たかなって思います。で、切り盛りの場合はですね、まあ、150アンペアぐらいでやるんだったらこれぐらいの幅でやらないと、広幅になると結構やりにくいんです。一回やってみたいなと思います。まあ、あんまり綺麗なビードではないですけど、まあ、実際この150アンペアぐらいで今この連続的に溶接したらもうちょっとオーバーラップになるかなって感じはするんで、切り盛りのメリットとして電流高くしてもまあそれなりにオーバーラップにならないでつけれるかなって気はしますね。もうちょっと電気上げてやってみます。180アンペアぐらいでやってみたんですけど、まあ、実際連続溶接で180アンペアって結構不可能なんですけど、切り盛りだったら、まあ、まあこれが見た目いい溶接かどうかは分かんないですけど、それなりにはつきますね。ちょっとやっぱり、まあ、やり方もあると思うんですけど、ちょっと真ん中が引っ込んでしまってるんですけど、やっぱりまあ垂れにくいっていうメリットは切り盛りにはありますね。まあ、今回はこんな感じです。まあ、電気も適正じゃないとこういうオーバーラップになってしまうんで、適正な電流っていうのを少しでも参考になっていただけたら幸いです。とりあえず今回はここまでです。次はまあフラックスでもまあ似たようなことできたらなとは考えてるんですけど、まあ、何かリクエストありましたらコメントよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。